どれだ、これか。オープニング。オープニング、オッケーです、オッケーです、オッケーです。一応3人映るように映しときましょうね。ツイッタースはてかもう10秒前やない。ペイさん、ペイさん、イケペイさん10秒前ですよ。ペイさん、イケペイさん、はい、スタート。あれスタートしないよ、スタート。これクリックでいいですか。初の試みだね。あ、お、来た来た。本当だ、待って。始まってた。キャッチお疲れ。はい、始まってました。ちょっと真面目な話してたらびっくりした。イケペンの関係がない。あ、本当だ。イケペイパー。俺が一番輝くためのアイテムが増える。棒読みの時間が。さあ今の放送でもやっています、うん、イケペイの真似をするイケペイ。サイマル、サイマルがどこ行った。あとキャッチャーカメラもよろしく。はい。あ、やましない。よし。あ、そうか、マーヨも来るから。あ、そこの何人バックだろ。あとでマーヨ分も取る。あの文章がない。どうしたの。それじゃない。今日は棒はなし、ノーボーで。OK ですか。はい。あ、まだか。あ、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 入ってる。あ、OK。聞こえてますか。これかな。聞こえてますか、私の声は。おっと。聞こえてますか、私の声。これ入って、入ってですか。これ、これ。キャンちゃんに助けを求めるんだ。そうだ。あ、あ、あ。はい。あ、入ってる。ナルト。あ、あ、あ、聞こえてる。オッケーですか。聞こえてる。聞こえているよ。はい。聞こえているよ。聞こえているよ。また出た。聞こえるよ。あ、ツイキャスじゃ入りっぱなし。あ、失礼。あ、始まってるよ。始まってる。始まってますよね、これ。始まってますよねって同意求められる。キューダさんと。はい、ということで、なぜこうやってバタバタしてるのかと言いますと、今日はある方が来てません。はい、yes。 ということで、今日はなんと初、ほぼ初ミキサーやってます。ナルトラです。今日もよろしくお願いします。リブンラジオでーす。緊張してまーす。はい。はい、イケペイです。はい、ホワイティ西原です。はい。ということで、今日はどうな、こっからどうなっていくのか全くわかりません。はい。大丈夫です。はい。一回ミキサーがミスするたびに僕が殴ります。はい、この10時になった後に、時に何回殴られることになるのか。いやいや、放送中にですよ。私は洗濯バサミを止めていきたいと思いま す, いいです、ね、怖いですね、はい、下の方からいきましょう。見せましょうよ、やはり、はい、それね。では、はい、今日はオープニングトークいきましょう。イエス。今日はオープニングトークいきましょう。今日もですね。はい、トゥデイトゥデイ。今週のオープニング当番はホワイティさんとなっております。はい、私でございます。ちょっと今日はあの趣向を凝らして稲川白子で行こうと思うんですけど、どんなもんですかね、どんなもんですかね。本当キャラも好きなんだから、今日もね、この後テーマ発表しますけど、なんかそんな、うん、ね、ちょっとこんな話になってきますね、これ。ですよ、はい、まだ暑いし、いいでしょ。そうですね。というわけで、はい、なるちゃん、ちょっとエコーかまん。エコこれかな。 BGM はもう切っちゃってちょうだい。ちょっ、あ、来てる。来ましたね、はい、来てるよ。まあ、これはですね、私の先輩の話なんですけれども、先輩のお家がね、ですね、家族揃って霊感が強いという一家で、まあ、あの旅行先でね、 あそこはラッポンがしたよとか、どこどこ旅館は出るねとか、そんな土産話をする、まあ、先輩なんですけど、そんな先輩が、まあ、実家を出てワンルームに住むことになりました。まあ、よくあるワンルーム、入り口を入って右手がバスルーム、向かって左手が、まあ、キッチン、
で奥に進んでいくと、まあ、6畳のフローリングがあって、でまあシングルライフの3種の神器、シングルベッド、テーブル、テレビ、まあ、これをね縦に置いて、でテーブル間に置いて向かいにテレビ置くでしょ。で、まあ、シングルベッドに背もたれにするようにして座って食事したりテレビ見たりするのが、まあ、定位置みたいな感じで、そんな先輩が住み始めて3ヶ月ぐらいしてから、まあ案の定ラップ音が始まると。ヨウヨウパン、ああそっちの方がはいはいはい、すみません。パン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 言い出した、パシパシとかで、まあ、そこからまた3ヶ月して、ちょっとガタ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 するなっていう音がしてきて、でまあ昨日はちょっとうるさかったなとか、ああ最近静かだよって、まあそんな報告を聞き続けた。でそんなある日、まあ約もう1年ぐらい経ったのかな、もうその時で、で最近またよく出てくるんだよねっていう話をしていた。そんなある夏の日のこと、その日は特別にうるさかったね。もうどんどんバンバン、あのユニットバスの中で人が体ぶつけてるようなもう音がして、本当に何やってんのかなって感じで、そのバン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 をしばらく聞いていて、それがピタッと止まった。でもその時もシングルベッド背もたれにして座ってるから、何があったのかなってちょっと前かがみになったわけで、で前かがみになって何したかというと、ユニットバスの隙間をちょっと覗こうとしたわけ。ちょうど目線が覗ける位置だったから。そしたらその隙間から向こう側からものすごい血走った目が先輩と同じ横向きの角度でこっち見てた。目合っちゃったんですよ本当に。でまあその日はもう先輩慌ててもう実家に帰りましたと、うん、でまあもともと地元だったから何があったか気になって調べたところ、まあ、何年前かわからないけど、そこにそこの建て直す前の建物の時に先輩が住んでた同じ階ぐらいの高さのところのシャワーのフックに紐をかけて女性が自殺をしていたということがあったそうです。以上、稲川白子でした。怖いな怖いな。あーオープニングにしましたね、こういうこと。ちょっと涼しくなっていいんじゃない。ちょっと鳥肌立って腕毛が伸びましたねてか皮がむけてる腕しかちょっとそれもだいぶ前だよまあ確かにしばらく名古屋方面からね涼しくなりませんから ね、そうそう、はい、ちょっとね沖縄からもね涼しい風をこれはあのリアル話なんで、はい、ということで今日は、うん、ホワイティさんのオープニングトークでした、はい、ということで、ね、した、はい、はい、それでは今日のテーマいきましょう。じゃあ今日のテーマは先祖の面白い話。1年ぶりですね。うん、お盆の時期になるとね、旧盆の時期になるとやってしまう、はい。で、ちなみにですね、ハイバービキはルルラリールーレロのルーから始まる言葉です。はい、ルー、はい、そんなハイバル姉さんは16分頃からの人生相談コーナーになっております。そして今夜もしかしてゲストが来るとか来ないとか、は初めてじゃないですか、うん、2週連続はい、今日は2週連続です。が聞けるんでしょうか。聞けます。それはあります。あります、あります、はい。で、名古屋支部からの生中継もあります。今夜はあの人も来てるかもしれません。皆様お楽しみに。というわけでメールアドレスは moon@fmginowan.com moon@fmginowan.com。 またこの番組はユーストリームで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。あとツイートも連動しているので、たくさんのツイートも待ってます。この番組は中川名木、創業67年中村製菓、
民謡居酒屋やってもおれ、 R サプライ、トリプル8、名古屋ライブハウスコタン、フリムーンファミリーの提供でお送りします。ここで残念なお知らせがあります。はい、いつものスティックタイム、イケペイさんの時間があるんですが、イケペイさんの読む原稿が紛失してしまいましたどこに行ったかガチで分かりません。今日はノーボーで、ノーボーで、すみません、残念ながら、はい、ノーボーではあるんですけど、うん、ノーボーでノースティックノーライフの皆さん、ごめんなさい、深く深くお詫びをいたします。ということで CM 行きましょうか。はい、はい、行きましょう。はい、絶対みんなホタルさん久しぶりじゃないですか。ん、ホタルさん久しぶりじゃないですか。本当だ、夜の運動会ミシミシ絶対ふざけてるねスティックで殴るね今日ホタルさんが結構ツイキャス参加してくれてますね。エコさんと休み、プライムエージャーって面白いのいいね、いいね、叫び声を追加するの、いやちょっと少ないわけ、メールが少ない。マジっすか。うん、自分なんかのあれでよかったっす。うん、なんだ、その方がなるちゃんも起き楽なんじゃない。やっぱ、かぶるのはダメなんですか。開けますよ。去年もやったし、あんまり伸びないんすかね。何が？テーマ。あー、あれ、あ、ごめんなさい。はい、さよ殴ります。はい、すみません、あの、もうジングルなしでこのまま行きます。はい、はい、おじいさん、来てます。メール来とるで、来とるで、読んじゃうよ。はい、読んじゃうよ。今日のテーマが、うん、ご先祖様の面白い話です。ご先祖様、皆さんのご先祖様ね、あの、こんなことやってたよとか、まあまあね、面白い、こっちそこまでこだわらなくてもいいんじゃないですか。こういうご先祖様がいたよとか。ご先祖様だったら、私、あの、沖縄のおばあの話が好きなんだけど、本になってたりとか。ああ、はいはい、あの時流行りましたね。あれ本当にあれなの、クリープ、クリームだ、なんかほら、茶色の瓶のさ、コーヒーに入れるし、あ、はい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 、あれ本当にタン入れてたの。うちのばあちゃんはそんなことしてないです。あそこにタンペッてしてって持ち歩いてたよ。昔の人、タンチボっていうのがあったんですよ、うん、そもそも。これどうするクリームの、じゃあ書いてたの、本当本に。おいって、ね、最初タンチボのタンの意味が分かんなくて普段からペッ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 してたってことなんですかね、うん、元ヤンなんですかね。もうでもそれをこう、貯めるっていうのがさ、あ、もうこの話やめません。いや、いたのかなと思って。あ、来てます。ハイタイフリムーンの皆さん、こんばんは。わ、ナルトライジリーアレックス。おー、いいね。ご先祖様をよく知らないな。母方のとこは琉球王朝から、家紋をもらうくらい王に仕えた家系。父方は王が視察してる時の休みどころでお世話をしていたみたいよ。さ、旧盆のエイサーは大太鼓を叩いてそうなナルトラさん、好きなアイドルを前にして言ってくださいなって。これ今日はちょっと余裕ないんで本当申し訳ないんですけど、おっと、まあ、リスナーからのお願いを断るパーソナリティあれえ、行きましょうか。だからそれぐらいしかナルトラの価値ないんだよそうですね、もうそれを否定できないのが辛いところですけどね、本当にね。行きましょう。はい、じゃあちょっと、うん、ちょっとじゃあ行きますよ。お願いします。まあ大事ですね、うん、はい、うん、その笑顔俺以外誰にも見せるなよ。あれなんだろう、今日ちょっとなんか後半気持ち悪かったですなんでかな今日はだから余裕がないですね、これは。アレックスさん、ごめんなさい、番組の放送最後らへんにもう一回お願いします、うん、そうですね、もう一回なるたらに言わせます、はい、でもあの最後の一行がキャー、中村明に言われたいアディオス、なるたらじゃねえんだぞ、ここね、二股アレックスさん、二股アレックスさん、思わせぶりだな本当ですよ、ね、はい、はい、じゃあ行っちゃっていいですか。はい、どうぞ、はい、お願いします。こんばんは、フリムーンメンバーの皆さん、ゲストのマヨさん、リスナーの皆さん、兵庫のミーさんです。お、ゲストがバレてるよはい、
皆さん台風ばっかりですが気をつけて生活しましょう。さて今日のテーマ、ご先祖の面白い話ですが、面白いかどうかわからん話です。それは墓参りに行ったら花代を近日中に返してくれるんです。というのは、墓花、お墓の花のね、代金、はい、いつも2000円を商品券やギフトカードに変えて返してくれます。懸賞で当たったりくじ引きで当たったりします。最短当日で遅くても2日以内に、お墓の花代ねが返ってきます。やはりご先祖様はお墓の陰から見ているんですね。2000円はありがたいですが、昨日潰れたエアコン代が欲しいです。昨日今日とめっちゃ暑いです。これ2000円じゃあ釣り合わないでしょ。これさすが持ってないかもね。これは高額だからあかんかなって。夏の終わりにエアコンが潰れるなんて、なんてこったい。ダメ元でお墓に行って頼んでみようかな。それではまたメールしますね。皆さんまたまた暑い日が続いていますので、熱中症に気をつけてくださいね。またよ。これね、これエアコン、2000円ではエアコン修理できないですもんね。そうね、鼻台で結構包めば大丈夫なのかな。でもそんなに何かか、なんだろうね。ねえ、そうですね。ちょっとどうしたらいいの。でもエアコンまだね、ちょっと暑い日あるから、まだあとね1ヶ月ぐらいは内地でもいるでしょうね、これね。そうそう、心配なんで、ちょっとみーさん、ここはご先祖様にちょっとリアルに考えてみよう。本当にもうちょっとお願いしてみるとか、そうですね、ご先祖様に本当真剣に、いつもより真剣にね、そうですね、ちょっと困っていますと、本当困ってますと、助けてくださいといつも曜日にね、おみきもかけて、そうそうそう、おみきいいかもしれないね。そうですね、うん、もうピッカピカに、ピッカピカに磨いて願ってみましょう。お墓もね、はい、あのほら激落ちのメラミンスポンジで、そうですね、ピカピカでもピカピカにして、うん、はい、お花もね、ちょっともう何にしたらいい、聞くよりもっとランとかさ、そうですね、すもうちょっといいやつをね、なんかそこそこやったらクーラー買えそうだね、これ。本当ですね、この今買った用意したお金でちょっと修理代ぐらいできそうですもんね、本当ね。はい、いやどうなんでしょうね、はい、まあ、みーさん本当に、兵庫のみーさんじゃないよ、あ、兵庫のみーさんだ、はい、みーさん気をつけてください。気をつけてください、うん、さあ、うん、姉さんの準備はできてるんでしょうか。来てますか。ちょっとまだ、ね、うん、ぬりぬりしてるとこですかね。ああ、ちょっと作り込んでるとこだと思います。ちょっと一旦 CM 行きながら待ちましょうか。そうですね、待ちましょうか。うん、はい、じゃあ CM でーす。エコさんのツイキャスが入ってるけど。こんばんは、今向かってます。今だね。ガチだな。ガチガチっすか。なんかバーモントさんにめちゃめちゃナルトラって呼ばれてるけど、ツイキャス。もうこの人には頭が上がりましん。てか、何？ここに見てたんすよ。何？もうワールドカップも終わっちゃったし。あ、日本やってるもんね、アジアね、今ね。じゃあ、これはアジアで今見ながら、予想会のお客様を迎えるために。あ、ほんと、あれ、また外れた。あ、はい、ということで次のコーナーはこの方が登場します。すいません、ジングルが、今日は姉さんごめんなさい、今日はジングルがでもなかなか出せませんので、もうやる気出んな。やっぱりだ。なんなの、あの童貞男、使えないわね、本当に。じゃあ、なるさん、いつもより倍のエコーで行きましょうか、はい、姉さん、イライラする、機嫌直して、いいわよ、機嫌直して、そうね、来て、今日バーベキュー、明日からさ、うん、そうから、親ファー富士様も、そうよ、私の店にお客さんとして、うん、あ、どっさり来てくれるから。そうなの、うん、それたぶん呼び込み。姉さん、なんか今日頭になんか刺さってる。こっちですよ、こっちですよって、うん、すごいわね、国旗なのね、それね、はい、ろうそくじゃないところが素敵だわ。儲けるわよ、明日から3日間。あら素敵、やる気になってるわ。で、来てんの今日も暇人たちが。来てる、来てる。ドギー青空るね、今日、うん、
ルーズな女。最高よ。なんで、まあ何にルーズかによるわよね、うんうん、まあ男にルーズな女がいいわね。そうなの、うん、それで男が女ってやっぱ怖いなってなって、うん、こっちに来んの。あ、姉さんのところに、うん、あら今どこもさ人材不足してるから、うんうん、私としては増えてほしいわけ、うん、なるほどね、うん、素敵だわ、うん、じゃあ来てるわ、エイミー姫です。姉さん教えてほしいのよ。ルビーって何ですか？7月の誕生石だと思います。でもバビキは違うよね、ルビン。違うわよ。うん、教えて。あのね、うん、今なってます。寺尾の金稼ぎ。見ましたんで、はい、お願いします。ルビーの指輪ね。そうよ。もしかしてあれも。今でもたまに流れるじゃない。流れる。名曲だから。流れる。うん、しかもあれいくら入ってるのかしらね、毎年。うん、しかもあれ、あの甲子園の入場曲にもなったことあるから、ね。え、いいの？ああいうの使って。そう。そうなのよ。それこはアレンジの人がちゃんとやったと。だって普通に未練タラタラな男の歌よ。だって十何首って一番だった歌だから。ああそうなの。でまあ小学校の頃に青い三角定規歌わされたみたいなもんね、うん、そんな感じ。あれも失恋ソングよ。あの素晴らしい愛をもう一度もらった。ああ歌わされたわね。じゃあ次来てるわよ、はい、進撃のめいちゃん、今日もご出勤ありがとうございます。今日のハイバビキル、これを毎週微妙な感じのなるびきでよろしくお願いします。ルビーの指輪。わお、しかも被ってんじゃない。あ、でもよかったじゃない、なるちゃん、はい、最初に私がお手本見せたんだからさ。あ、お手本。さっきのルビー言ったじゃない。ってことは、ってことは、ここで今日やっと皆様お待たせ、今日やっとナルトラが面白い開始します。あ、なるほど。はい、どうぞ。こんなの買ったことねえからわかんねえよ。さあ、シュルコちゃん、何今の。わかんない、なんか一緒バビキの意味吐き違えてる。空気が凍っちゃったわ、ね、やっぱこの子ダメだわ。凍っちゃったわ。皆さんごめんなさい。あ、自分でチンを鳴らしてる。ごめんなさいね。ごめんなさい。私から謝っちゃう。ツイキャスから行っちゃうかしら、はい、もう期待しないで。お久しぶりの方がいるから。あ、3連発来てるけどサービスしちゃう。はい、野の中の銀のホタルさん、お久しぶりね、うん、じゃあサクサクいっちゃいましょうか。これなんですね、うん、累積赤字。はいはいはい、うん、これはマジで言うわ、うん、日本、うん、次はるつぼ。あのね、ぐにゃってしたつぼ、うん、ルーベンス。ルーベンス、うん、あ、虫眼鏡です、うん、以上です。はい、はい、北海道のじゅんちゃんが、ルームシェア。あ、関係の終わり。で、世田谷のコーラゼロさんが、ルー大芝イケペーに。以上だわ。ツイキャスもこんな感じかしらね。そうね、うん、皆さんありがとうございます。なんか今日はもうさ、もうテンション乗らないから、うん、そうなの。ちょっと帰る。あ、皆さんじゃあ来週も。わかんない、考える。来週レだからきっといっぱい来るはず。そうね、じゃあ皆様来週、それとナルトラ後でトイレ来い。怖い。お疲れ様です、姉さん。本当すいません、今日は本当に余裕ないんです。ね、まあでもいつもの感じだとは思うんですけど、今日はちょっと、うん、あのいつも以上にもう逆方向に行っちゃえと思いました。うん、雨はもうこんな日もいいと思います。はい、また来週姉さん来てくれるか、うん、まあ僕もう来ない方がいいです。もう怖い、もう怖い。じゃあなるほど、一回ちょっと CM 行きますか。CM ですか、これ。うん、メール行っちゃう。行きましょうか。あ、いつ。はい、はい、じゃあ来てるわ、ドギー青空さん。はい。ハッサ9本、運慶ジューシーの仕込み&早期汁の仕込みでパタパタママ、長男嫁のドギー青空です、はい、なんて先祖の笑い話だっけ。笑い話か分からんけど一応あるよって。ドギーさんもね、ドギーさんのご先祖様ってなんかすごそうっすね。うん、
ね、ドギさんの、双子が1歳の頃、義父過去おじいと縁側で遊んでた時の話。おじいが孫たちに何かをやって見せてるわけ。何してるか近くに行って見てみると、うぬおじいよ、縁側らへんにいたアリを掴んで食べてる、フージャーしてたわけ。それを見た息子らがアリを掴んで本当に口に入れて食べよった。はっさ私頭にきて、おじいのチブハギチブルパチミカしたさーって。あれから2年後おじいは天国へ召されました。あの一撃が、明日はそのおじいを運慶しようって。トミーさんパチミカした。これが後々後遺症になって、3年殺しみたいな結果になって、2年後にじわ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 ってピュッてきたんだね。しかし義理のお父さんですよね。ドギーさんすごいな。いやもう1歳のさ双子がさアリ食べてたら、そりゃお前何してんのって、何教えてくれてんのってなるんだ。いや沖縄ではアイコを食べたら歌が上手になるんです。本当？うちのばあちゃんよく言われましたよ、あの、年寄りの家ってテーブルに、あの茶色い木でできたこう器が置いてあるんです、大きいやつ、あれにクルーザーターとか、あの黄金刀とか入ってる、で食べれーつ、アイコがいるんすよ。あばあちゃん、ばあちゃんアイコいる、いい、アイコも言えいよ。マジで。へえ、とってもくれない。年寄りはこうです。あ、そうなんだ、すごいね、言えようだから。へえ、でも大きさによると思う。なんか恐ろしくちっちゃいのっているじゃん。ああ、はいはいはい、はい、ちょっとこう蓋閉めた瓶の中に入るぐらいの、すごい、今すねの、なんかあれだったらまあいけるかなって感じがする。ちょっとなんていうんですかね、酸っぱいですよ、ちょっとちょっとちょっと聞いていいですか、酸味っていうのか、それはそれだけを食べたから分かる味ってことですか。え、子供の頃ってやりませんでした？ノウノウカルチャーショック、おう、なんかなるほどザワールドのレポーターの人しか誰が表記言うのよ。虫食べてる人、なんかでもどっかの国にあったじゃない、米の上にふりかけみたいに食べてる国。ああ、なんか、なんか覚えありますね。うん、なんか結構デカめだった。でも将来的には虫食がもう一般化するとかしないとか、なんかタンパク質が豊富っていうのは聞いたことあるね、食糧難により、そうそうそう、これから虫が、うん、俺、あれだと思うんですけどね、あ、ん？アリだけに。うまい、どうした？あ、気づいた、手がやらんけなくて、ちょっとご先祖様がイケペンに降ってきた。早めに戻ってきた、なんか。いいね、いいね、アリだけ。俺、あの、繰り返すのはやめてもらっていいですか？なんかもう夢に見そうだ。こういう一面もあるよ、という。あ、なるほどね、はい、ちょっと次のメールいっちゃっていいですか？じゃあ、早めにお願いします。あ、じゃあ、一回コマーシャルいきますか？もうコマーシャルないです、今日。あ、ないの？ないです、ないです、ないです。ないの？はい。なんで早めなの？あ、でもいいか。いきます。はい、フリムンの皆さん、リスナーさん、マヤさん、こんばんぽ。メッセージは久しぶりですが、毎週フリムン楽しみにしていますよ。モアイ大好き、ひとみこちゃんです。ありがとうございます、久しぶり。今週のテーマは、先祖の面白話ですか？面白いかどうかは分かりませんが、昔某有名演歌歌手と同姓同名のおじさんがいて、おじさんが酔っ払って道でおまわりさんに名前を聞かれ、おじさんが素直に自分の名前を言ったら、ふざけるなとおまわりさんに叱られたそうです。あとは学生当時におじさんが付き合っていた彼女を追っ払うため、おばあが竹ぼうきを持って彼女を追っかけたという話がうちでは語り継がれています。それでは最後まで聞いてますからね、失礼しますって。はい、要は息子の彼女を追っ払ったってことです、そうなんでですかね。そうそう、普通娘の彼氏を追っ払うとかだったらまだわかるじゃないですか、父親が、悪い娘みたいな、息子に彼女で聞いたら、母親としては本来は嬉しいんじゃないですかね。しかも竹ぼうきだよ、相当なブスだったのか。もうあれじゃない、気に食わないんじゃない、やきもちだ、私の息子が来られたか、そういつまでも子供は子供だから、あ、ちょっとどっかこの寂しい気持ちが
こういうそれを直接行動に表したこういう行動に出ちゃったの。追い払ったからって自分が代わりにはなれないんだからね。獲物の世界でありますけどね。え？いや。しかし誰ですかね、大物有名演歌歌手と同世代。オーヤンフィーフィーかな。じゃあ男性男性。おじさんが。とさんはね、歌った人かな。それを言ったらさ、あ、向こうの国の方ですかって言われるでしょ。ですね。じゃなくって、はい、もっと他の五木ひろしとかさ。なんかそんな感じの人じゃない。大物役。北島三郎。なんとら、僕はクルクルパーですって言ってた。今ちょっと指を回してみたんですけど、僕はクルクルパーでーすみたいな、ね。言った通り変えた。変えたの繰り返してる。そこまで結構余裕がなくなってきてますね。はい、もうです。追加していきます。はい、野の中の銀の蛍さんから。うん、池辺さん、RBC アイラジオに一時いた女子アナ、昆虫や虫など食べる人って誰だった？山本さんだった？いたの？皆様、ツイキャスで銀の蛍さんの、うん、の質問、あ、疑問を解決してください、うん、はい。あ、多分山本さんだったよ。ヤバブデヒデビですっていう人ですよ。その人、ずっと風邪ひいてるなと思ってたら、ずっとそういう口調だったっていう。なんか山瀬まみみたいな。はい、ということで、うん、今日はちょっと早めに、うん、実は名古屋コーナーが入っておりまして、お、はい、さあ問題は、うん、名古屋にちゃんと回線がつながっているかどうかなんですよね、問題は。大丈夫です、ケツが今覗いております。さあそれではちょっと上げて呼んでみますね、うん、スタッフのキャンちゃんが心配そうに見つめております。そうです、素敵な映像です。はい、では名古屋の方聞こえますか、大丈夫ですか。はい、おお、よかった。大丈夫ですか。よかった、聞こえてる。出なかったらキャンさんナルトラに担いでやってください。本当に好きです。まあ、あ、よかったです。よかった、つながってる、はい。先週は石垣島にいましたけど、うん、今日はちゃんと名古屋におります。またそう言って本当は与論島か竹富にいるでしょう。いや、案外名古屋にいるんだよ。そう言って実は後ろとか見たらびっくりですよ、ね。怖い怖い。いや大丈夫です。ちゃんと名古屋にいます。はい、池辺さん、ツイキャスで見てました。いいリアクションありがとうございます。そう、そして長い長い、沖縄旅行だったんですけれども、ね、最終日は、うん、池辺さんの会がありまして、うんね、参加してたの、はい。そうなんです。ペイ会に20分だけ参加させていただきました。そうだったの？僕も来てびっくりしました、ね、またあの夫婦にしてやられましたよ。あら、あら、サプライズ。はい、スーパーサプライズしましたよ、ね、僕誘ったら断ったじゃないですか。そしたら前乗りしてこっそりいるっていう。おー、そうなんです。ペイ会8時からあったんですけど、うんうん、私たち7時からスタンバイ。早い早い。マジっすか。僕も行ってたんですけどね。でも、はい、本当はですね、最後まで痛かったんですけど、うん、本当にあの時真剣に飛行機の時間がですね、迫っていて。飛行機の前だったの、すごい。そうですよ。で、しかもですね、荷物を先に預けて、搭乗チェックインして、空港で、また戻ってきたんです、オロクへ。おお、その苦労が、僕のびっくりフェイスで報われたんじゃないでしょうか。はい、スーパーサプライズとスーパーリアクションをいただきましたので、関係者の方には動画配信させていただきました。素晴らしい。はい、ということで、こんなサプライズもたまにはいいかなということで、久しぶりに今日はね、3人揃ってますんで、まあ、まずはダンサーズからお願いします。はい、あ、皆さんこんばんは、ダンサーズでございます。こんばんは。さん、大変いいリアクションありがとうございます。ねえ、後日わざわざ個別で送ってくださって、はい、素敵な絵だと思っております。あ、俺あんなに驚いたら目がでかくなるんだなって再認識しましたよ。いや、過去にも見てますよ。あ、そうですか。はい、まあその、ペイ会もですね、はい、盛り上がりまして、はい、で私たちその盛り上がった状態で、名古屋へ帰ってたと。後ろ髪を引かれる思い出。いや、素敵でしたよ、ほんと。で、池辺さんが、時間つぶしでスマホをいじってるところも拝見させていただきましたし。あ、え、外でですか。はい。嘘でしょ。はい、
そうでしょ、そちょっとペイ会の主役が何やってんの。いや時間前に着いたんで、あのときめきリバイバルじゃんや、あのミュージックカフェに送ってたんです。あ、早く入ろうよ、で うちの嫁の方にはイケペ、うん、店の前にいると、うん、現状報告をしました。怖い怖いな。もう逐一連絡を取っておりましたので、怖いな、見られてる。お二人で探偵者かなんかやればいいんじゃないですか。いやいや、もうイケペさんの後ろにいるというところがすごく素敵な時間だったかなと思っております。あ、もうそのありがとうございました、ね、あのね、お聞きのドギー青空さん、そうですよね、うん、ということでですね、はい、今日はですね、あの方久しぶりですね。あの方何喋るのかな。喋るんですか。喋りたがってますよ。喋るよ。うわ、入ってきた。みんな元気だったかな。お久しぶりです。昨日は飛ばしてるな今日は、ね、このね、夫婦漫才してる人たちはね、沖縄でね、エンジョイしてるけどね、もう王子はね、ちゃんと名古屋でね、真面目にしてましたよ。そういうね、はいはい、うん、噂では、うん、お気に入りの風俗嬢と駆け落ちしてたって聞いてるんですけど。あ、ナイスティー。そんなとこからね、情報が入っちゃいけません。あの、店名何でしたっけ、ジャブジャブ天国の明美嬢と、まあ、まあ、ありますよ、うん、あの、いや、あのね、最近はですね、ちょっとあの外国の方が多くて、おリアルじゃないですか、これ。まさにワオですよ。あのね、本当に真面目にしてるからね、最近は。でもあの、なんかね、本当にこう髪の毛もね、毛が細くなったねって言われてね、王子ちょっとこれ育毛剤必要ですよって言われてさ、もう、うん、ざり。ちゃんとね、僕の気持ちを代弁してくれました。ぐりぐりしてるんだから、いろいろ。何してる。いや、だからあのね、育毛剤をぐりぐりしてるの。ああ、ぐりぐりしてるって、あっちをぐりぐりしてるわけじゃないんだから。お黙り、お黙り。もうね、あの、いろいろそういう風にで、ね、振っていただくとね、どんどん出ちゃうんだけどね、あまりにもね、過激になるとね、もう出れなくなっちゃうといけないから、ちょっと抑え気味にしてますけどね。久しぶりにね、こうやって出るとね、本当に皆さんの前でね、えぇー、きょー、はい、はい、退場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 、早いね、この退場がね。あの、もう、そろそろあれじゃないの、あの、あら、あら、マヨマヨ、滑りマンじゃないよ、滑り王子、マスクマンですよ。聞いてないね。聞こえてない。あ、ちゃんと聞きなさいよ。はい。マヨ。はい。元気ですか。元気でーす。イエーイ。スベリマンじゃないからね。スベリマン元気。久しぶりですか。久しぶりですね。本当に。もうお尻フリフリしてますからね。何？は、ふんって。はい。あの、もしかしたら、はい、あれ、もうすごい早い時間にもうあの終わりの時間かな。本当にもう時間ですか？終わりって。めっちゃ終わり。全然読めてない。待って、今始まったんですか？名古屋中継。そうです、そうです。今から始まりますから。もう終わりらしいので、じゃあ、また来週、ありがとうございました。違う！ありがとうございました。あ、終わりでいいんだよね。もうカフ切ったよ。すいません、遅くなりました。お疲れ様でした。疲れた。フリムー始まって以来ですね、うん、ね。いや、しかしそれにしても名古屋中継今日つながりを喜ぶっていうのは僕初エッチ以来ですよ。あ、よくやったナルトラ。つながりが母さんは嬉しいよ。聞こえますか、マイクがね、はい、足りないんですよ。もうここ僕のお役は今日はここでごめんでーす、うん、あれナルトラ今日いろんな意味でペナルティーだから。ナルトラごめんな、ほんと疲れ切った顔してるな。ありがとう。はい、じゃあ、はい、マヨ、はい、早速行くか。来ました、稽古から。お疲れ様。お疲れ様です。さあ、2週にわたってそうなんで、先週はちゃんと喋れなかったんで、今日はちゃんと喋りに来ました。だからちゃんとね、怖い。もうすでにちゃんと喋れてないさ。違う、最近ホワイティさんも冷たいんです、私に。
超優しいのにな。あ、ぼよみ。今日もですね、琉球超人の、告知をさせていただきたいと思うんですけど、いいですか？いや、ここまで来て断ったら鬼じゃない。そうですよね、そうですよね。はい、先週ですね、ちゃんと喋れなかったんですけど、琉球超人という舞台が9月の1日と2日にあって、ヒープーさんが脚本をしている、お芝居になるんですよ。で、その舞台がですね、ライト兄弟よりも先にこう世界初空を飛んだって言われている方が、浅戸秀英さんなんですけども、その方がですね、ハエバル出身。あ、僕の先輩になります、ね、そうなんですよ、シージャーナス来てください。だから池辺さんで、その秀英さんがこう空を飛ぶっていうことにの舞台なんですけど、まあそう、夢を追いかけている人の背中を押す人だったり、いやそんな飛べんだろっていう反対派の意見だったり、でそういう中でこう秀英さんが夢を諦めないっていう姿をこう舞台を通してお客様に伝えていくっていうことが内容になってるんですけど、皆さん今まで夢っていうのはたくさんあったと思うんですが、諦めてきたことも、諦めないで頑張ってきたこともきっとあると思います。で、そういうのとこう重なって見れるような舞台になっていると思いますので、ぜひ皆さんに見に来ていただきたいなと思います。で、お芝居だけじゃなくて、ダンスとかも、踊りとか、そういうのもありますので、ちっちゃい子から大人まで楽しめる、舞台になってるんじゃないかなと思います。ダンスは、はい、もう何年も琉球超人ってやってますけど、初じゃないですか？2年前のはなかった、ダンスってなかったような気するんですけど。踊りながらでも出てくるシーンは 2、3箇所見ましたよ、私。ですよね、はい、はいはい、続けてですね。なので、ちょっとそういう子供たちも音楽とかも流れるし、あと笑いもあったり、やっぱ感動もあったりという、ほんと1時間半の舞台になってるんですけども、濃い1時間半を皆さんにお届けできると思いますので、ぜひですね、同じ沖縄県民として、で沖縄が好きな方もぜひぜひいらしていただきたいなと思います。でそれが9月の1日2日土曜日と日曜日になっているんですけれども、1日が開演時間ですね、開演時間がお昼の2時と夕方の6時の2公演あって、2日の日曜日だけ1公演、1公演ですね、お昼の2時のみになります。全部で3公演しますので、ご都合に合わせて時間帯に予約して、チケット予約して来ていただきたいなと思います。当日になってきても客席が空いてなければ入ることができないらしいので、何時、いついつの何時に何人というふうに予約をされた方が確実に入れるらしいので、ぜひ来てください。皆さんよろしくお願いいたします。で、ガネコマヨ、あ、私ガネコマヨなんですけど、言うの忘れてた気がする。どうしたいきなり。なんですけど、ツイッターやってるんで、もしよかったら DM とか、あとコメントとかでメッセージいただければなと思います。今結構私のところに予約の方の何だっけ、連絡が来てますので、はい、売り切れる前にぜひよろしくお願いしますです。はい、はい、おお、今日はがなかったね。そうそう、うん、先週言われたんで頑張りました。あ、すごい。あ、でチケットの料金なんですけど、大人が1500円で、小中高生が1000円で、当日は500円増しになりますですね。はい、はい、皆さんぜひ来てください。はいはいはい、あ、はい、それと、うん、チケットはマヨのツイッター。あ、そうですね、はい、で検索ワードは言った。ん、何で検索したら出るって。あ、マヨで出るの。ガネコマヨで多分出ますね、はい、ガネコマヨで出ます。漢字です、漢字で、はい、ガネコ、我にごとしに古いって書いて、はい、真実の死に世の中の世で、ガネコマヨです。で検索すれば出てくるから、はい、そうです。そこでこれ DM でがいいの、普通に。あ、どっちでも大丈夫です。どっちも見ているので、コメントでも DM でも、普段は DM 返さないんですけど、はい、あ、こういう時はちゃんと。あ、マヨのツイッターのアドレス、エロトラがちゃんと出してるな。あ、お願いします。こういうのはちゃんとできるね。こういうのはちゃんとできるのにな、エロトラ。こういうのじゃない。そのダンスの振り付けも、先週もちょっと伝えたんですけど、ダンスの振り付けも初めてこういうお芝居の中で踊る振り付けを担当させていただいたので、おー、すごい、はい、でそれを踊るので、ランバダっぽいやつでしょ。ランバダ、あ、はい、ごめんなさい。
ジェネレーションギャップ。がっつり来たな、今の。あの、でも、あ、はい、あ、はい、ドギーさんから、はい、鍵ついてても見れるって。あ、見れないんです。そうなんですよ。ドギーさん、ありがとうございます。あの、私、アカウント鍵ついてるので。じゃあ、普通に一度、こう、フォロー、うん、なんか、押してくれ、押していただくと、私が、フォローし返さないとダメと。ですね、はい、だね、あ、はい、でも確認するので一度そう押していただいて、それからつながって、あの DM かコメントでやり取りさせていただきたいなと思うんですけれども、よろしいでしょうか。はい、はい、 OK ですね、お願いします。 OK、うん、なんか喋ってた今途中で、うん、あ、でもドギーさん見に行くよって言ってるよ。あ、そう、ドギーさんからですね。そうなんです。チケット、はい、予約していただいたんですよ。あの、藤井フミヤ兄の旦那さんと一緒に来るんだよね。あ、初見です。そしたら初めて見ることになる。イエーイ、ありがとうございます。すごい。やばい、俺も義理のお父さんと一緒でチボル叩かれんから。何やらかしたって。何もするな。一応ペイ会にも来てくれたんですよ。じゃあ大丈夫だよ。叩かれないよ。何かやったな、この野郎。なんかしたら、まあ、したな、これ絶対やったって。何もしてません。ちっちゃい声。ちっちゃい声。はい、ここで、うん、今日のテーマが、うん、ご先祖様、うん、まあまあ盆が明日から始まるということで、はい、うんうんうん、ご先祖様の、まあ、面白い話なんですけど、うん、どんなマーヨーなんか、うん、ガネコ、もしかしてガネコの森がつくシリーズ、名前に、あ、つきません。成功のせいじゃね、はい、あ、ではないですね。よかった、元都知たちとはつながってませんでした。やめなさい、そこでね。あ、今ちょっとさらっと聞いてだからさりげなく、さりげなく聞かない、そういうの。雪江もびっくりだよ。おい。やばいやばい、名前がやばい。雪聞いてる。聞いてる。幸せの枝と書いて雪江でしたけど。あ、聞いてるのかな。どうね、面白いご先祖とかなんかない、うん、ご先祖様の話ですか、うん、おじいちゃん、うん、おじいちゃんが、うん、なんかよく刃物とかで背中とか耳の中とか書いてたんですよ。は、は、だからカッターとか、うん、のこぎりとかで。脱獄中。違う。だからじいちゃん、うん、あとちっちゃい時はそれ見てたから普通だと思ってたんですけど、うん、大きくなって考えるとよくあれで耳かけたなとか。前のじいちゃん何、じゃあのナイフでボンレさんバッて刺してそんなやつじゃない、全然とってもワイルドかな、うん、な、ほんと優しいじいちゃんだったんですけど、ナイフペロって舐めるでしょ。舐めない舐めない、ほんとに。違う違う、ほんとでも、うん、そういうなんか今思えばギャップ、じいちゃんかっこいいと思いますね。なるへそ。そういうじいちゃんでした。すげえな、おじいちゃん、はい、あ、ツイキャスで、はい、初ですかね、ひーさんって方、大阪から聞いております。ひーです、よろしく。あ、何知ってます、知ってます、知ってます。元彼か。ダメ、ひーさんそこで出てきちゃダメ。ねえ、イケペンさん、なんでこうね、私のことを捨てるんですか。捨ててないよ。すぐ捨てる。愛を持って突っ込んでるでしょうが。すぐ捨てるか。いやいやいや、あ、俺こいつダメだってやったらもう絶対死んですよ。え、今じゃん、今。あ、ナルトはギリギリ。ギリギリ。よかったね。うん、よかったよかった。そうそうそう、ヒーさん。何年か前からですね、うん、小座だったり、こっちで聞いてくれてますね。やっと思い出に変えられたんですね。はい。はい、なるほど。メールはまだ来てるそう。あ、いや、あるよ。はい、あるよ。エイミ姫ですって、はい。ご先祖の面白い話ですね。私のおばあちゃんは、ヤンバルで裕福で困ってる家の方に、お米や食料を配ってあげていたそうです。優しい。それを見ていた当時10歳の私の母は、親に隠れてお米や食料を親戚の家に運んでいたそうです。かっこ笑って。どういうことですか。はい、まあ、人にこの恵んでるおばあちゃん見て、自分もと思って、自分もと思って、あ、優しい、あ、なるほど、ばあちゃんに知らんちょに配られる前に、うん、身内に渡したやつやってるのかなと思う。そう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 、あれどっち。あれでも身内は全然困ってないと思うんだけど、なんか人に配るもんなんだっていう感覚があったの。あ、なるほど、うん、えみ姫のお母さんですからね、うん、これぐらいやってもおかしくないな、おかしくないと思います。いいですね、奉仕の精神。はい、しっかりエミ姫にも継がれているものだと思っています。じゃあエミさん、僕のところに何か持ってきてください。
そっち、はい、そっち、はい、あ、うん、じゃあもう一つ行こうか。はい、お願いします。はい、進撃のめいちゃんからですね。はい、タイトルが、うん、ペイ会ボリューム2はいつですか。お、うん、で、はいですね。あ、質問ですか。あ、いや、うん、題名がね、題名がね、うん、はい、じゃあイケペイさんとホワイティさんと、うん、チェリーさん、うん、お疲れ様です。はい、チェリーさんがミキサー初挑戦、笑い、うん、ちょい心配です、笑え。笑え。ではご先祖様の面白い話と、うん、というよりもアレックスさんからの振りを雑に扱ったチェリーさん、やっぱな、みんなあれにはちょっと引っかかるもんがあったんだな。俺ちょっと聞けなかったな、最初で。で、最後になんかやるんでしたっけ。やるんだったよ。楽しみにしてます。そうだった、忘れてた。めいちゃんナイス。はい、じゃあということで、明日繁忙期から、うん、繁忙期から、違う、接客業界の繁忙期に入る。びっくりした。違う違う、繁忙期じゃなくて、めいちゃん何考えてんの。あの繁忙期シーズンに入って忙しくなるからということで、ナルトラからの何かを楽しみにしてると。はい、イケペの方がやばい。すごいところからなんか突っ込みきましたね。ちょっと今マイオのマイクをちょっと向けてもらいましたけど、はい、これあれですよね、さっき、うん、最初の方でほら気持ち悪いこと言ってたさ、うん、これをじゃあリベンジで、はい、どうぞ、はい、いきたいと思います、はい、じゃあエコー聞かしちゃう、はい、はい、いいですよ、はい、その笑顔俺以外誰にも見せるなよ。あ、やっぱ気持ち悪いわ。なるほど、ごめん。今、全身鳥肌が立った。ゾッてきた。ごめんなさい。いいね、今日鳥肌尽くしだね。まあまあ、今そういえば目の前に。盆前だからね。うん、ごめんなさい。うん、今目の前にそういえばマヨがいるなと思って。マヨ爆笑。うん、マヨ爆笑。もう目線をちょっと上に自然と上げたら、マヨがいたーと思ったら、やっぱり同じように声が上がってしまいました、うん。はい、じゃあぼちぼちマイクお返しください。募集されてます。ドギーさんから、はい、おえ。ヒーさん、キャー。シュン、ホンコア。これがね、これが本物ですから。うわ、今日あれ、怖い話だった？分かんない。違う、分かんない、今日のテーマ分かんない、怖い話分かんない。誰も、五郎さんっていう子供たちは誰一人出てこないんだけどね。銀の蛍さん、余計熱が出た。あ、すいません、ご主人様に。ひーさん、お大事にしてください。ナルトラのポケットマネーで強いお薬出しときます。うん、はい、お願いします。沖縄にワンチュールさん、ナルトラ。何、ナルトラ君、沖縄にワンチュールさん眠れなくなるって、うん、ね。今のこれ、うん、アレックスさんからの振り、ジングルにしてもいいんじゃないですか。うん、おい、やる。なんかいいの来たら、うん、ちょっと取っといてジングル使おうか。ツイキャスめいめいさん、うん、こんばんは、皆さんお疲れ様です。はい、ハゴー。挨拶からの罵倒。やばい。ちょっと、ね、いいね。バーモンさん、いい、ね、やっぱり今夜、うん、寒いわって。いろいろ寒いね、寒いって。いや、俺も本当に今一瞬鳥肌来たからね、うん、ゾッて。今日はナルトラハゴースペシャルだね。すごいね。だからさ、まるっと1時間お送りしてますけど、やるねー。ね、ぼちぼち来週のテーマいきますか。あー、いきましょうか。オッケー、じゃあ来週のテーマはお答えください。はい、似てる。おい、これは僕、うん、イケペイからの提案テーマなんですけど、最近、はい、女友達が、一、うん、人の女友達が誰かに似てるって気づいたんですよ。おお、モグロ福蔵なんですけど。お、誰って言っちゃっていいの？今髪、ま、言ってるから待ってくださいね。誰とはまだ言えないんですけど。はいはい、しかしなので、大きい括りで似てるで。はい、なるほど。あれと似てるって言われましたとか、うん、あの人とこの人似てるんじゃない？あー、はい、あー、なるほどね。サマンサ・タバサとキャプテン翼って似てるねとか。あー、言葉でも。なるほど、新海翼っていうのもいるからね。ね、あ、僕は分かんないですけどね。こういう方もいるのよね、時々。前を誰かに似てるって言われたことあるんだ。最近もう嫌だ、昨日言われました。なんて、エトギーさんと会話してたら急にですね、モグロクゾーに似てるって言われたんですけど、マスそんな似てるの。めっちゃムカつく。違う、ドーンってやって、ドーンってやって、ドーン。モグロさん大好きなんですよ。違う、超好きなんですよ。やっちゃうんだ、それだから、うん、だから好き、モグロクゾー好きなんだなって思って、うん、だから好き、似てるから。うそ、じゃあ、くーちゃんに似たい。
飲み物の違う、あ、高田くん、あ、ゾゾシですひでえ、めったぎりバッサリだったね、今めったぎりだな、バッサリでしたね、逃げていいことと悪いことの区別ですけどね、じゃあ、もぐろさんで、はい、さんつけ、はい、リスペクトしてるからね、ちなみにハイブビーキーですね、レです、レ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 モンのレ、さあ、最終回に向かって、いよいよゴールが見えてきましたよ、はい、最終回、そんなこんなで感じでございます、来週の予告、はい、何、いや何、じゃあ最後にちょっともう、うん、放送終了まで1分半切ったんですけど、うん、はい、ちょっと気になってたこと、はいはい、お願いします、ちょっといいですか、はい、どうぞ、ちょっとあの心に留めておくのには、はいはいはい、今日美味しくたお酒が飲めないと思うんで、はいはい、どうぞ、ちっちゃい声で言いますね、はいはい、はよ、歯に口紅ついてる、うん、歯紅、歯紅、うわー、嘘、メーバーにタッチ、はい、うん、はい、あ、落ちた、おー、舐めた舐めた、ドーン、ドーン、あ、でも私よくつくんですよ、いません、女の人でよくついてない、でかいかよ、見ないで、見ないで、唇で喋るから超嫌なんですけど、ほんと嫌だ、嫌だ、唇で喋ったから、ちょっといい、ちょっといいですか、ちょっといいですか、はちみつ一家さんから、はい、イケペと博多華丸の大吉が出てるってということで締めましょうか、はちみつ一家さん、推し、うん、あの僕が似てるのは大吉の方じゃなくて、うん、博多の方です、ああなるほどね、ああなるほど、福岡に出張行った時向こうの、うん、屋台のおばちゃんにも言われました、うん、やったあれあれやったムムって乗るかはい、はい、では、うん、お盆前のフリムンラジオ終わります、イケベでした、はい、ホワイチーでした、はい、ナルトラでした、アネコメでした、はい、遅れてきたエコゼロでした、うん、ありがとうございました、ありがとうございました、ドーン、ドーン。